わわー、オタク気質で体育会系に馴染めず、体育会系に所属してる人間はオタクの輪の中にも入れなかった。高校生の頃はお昼は一人で宿題やチェスをし、家に帰って勉強の後一人で4時間トレーニングをしていた。一人でいることに慣れるのはとても苦しかった。UCLA にいた頃は特に、なんで誰も僕を好きになってくれないんだろうと本気で悩んで、そこからどんなに矢面に立たされても自分らしくいようと決心した。粘着物質騒動も誰かが真実を述べなくてはならなかった。プレイヤーの間ではアストロズが怪しいことは噂になっていたが確証がない。波風を立てなければ豊かな暮らしを続けられる。だから表沙汰になることはなかった。一人でチェスは暗すぎる。何時移民と話し合いそう。運動神経と頭脳と根性がついたはいらやん。自分の体で実践するオタクとかなかなかおらんよな。バワーってとことん突き詰めたい凝り性でネクラで、偏屈なオタクっぽいところがあるから日本がよく合うんだろうな。ああいう人はアメリカで生きると誤解されやすくてしんどそう。これ読む限り、バワー以外にというかかなりまともな人だな。常識人には生きにくい世界ってあるけどね。バワー外科に曲がったことが嫌いで実直な人間かがわかる。欧米は実はかなり出る杭を打つ文化で同調圧力や差別意識が強いから、馴染めない人にはきついんだろうな。バワー、頭が良くてオタクで性格悪いけど、そらちやほやされれば丸くなるわな。バワーいいやつすぎて叩けないんだよな。バワーの情報を見れば見るほどに日本向きの性格な気がするわ。何かアメリカで性格的にうまくいかないのもわかる。さすがに来季はメジャーだとは思うけど、野球オタクがごとき知識とその取り組みをベイスターズに浸透させていってほしいわね。